はい、どうもゼロゲンと申します。今回は、ケイデンスオブハイラルクリプトオブネクロダンサーというゲームをね、やっていきたいと思います。で、クリプトオブネクロダンサーというゲームはですね、去年だったかな、去年の2月ぐらいに実は、スイッチの方でもね、配信されてたんですけども、そのゲームが今回、ゼルダの伝説とコラボしたということで、まあぶっちゃけゼルダとコラボしてたから私は購入を決意したというのが正直な感想なんですけども、まあでもコラボってまあそういうもんだからいいんじゃないですかね。で、今回はね、今作は、ローグライクゲームにリズムアクションが加わったと。まあなんだろう、リズムに合わせて攻撃とかね、移動とかしながらで敵を倒したりね、いろいろと冒険していくようなゲームなんですけども、もう私もねやったことはないんですよね、まだ完全初見プレイでございます。はい、あ、そうそう、スパイクチューンソフトさんがねこれ出してるんですけどね。で、なんでスパチューンなのかというと、なんかそのゲーム開発者の人が風雷の試練のファンだからスパチュンで発売することになったらしいですね。はい、ここ平ポイントですね。じゃあニューゲームいきましょう。まあとりあえずゲーム開始、そのままいきましょう。上が聞こえ、上を押す、お、トライフォースが光ったら上を押す、お、ほう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 、あ、これでなんかリズム感を鍛えるというか、ちゃんとするわけですな。うん？あ、なるほど。まあこれは大丈夫かな。まあストーリーとかもよく分かってないんですけどもね。世界には善と悪が存在する。その力の均衡が崩れると。勇気を持つ者と知恵を持つ者がその均衡を取り戻すために戦う。しかし それだけじゃない。新たな力が今世界に現れようとしている。おう、この子がケイデンスかな、確か。あ、はい、なんすか。あ、俺じゃなかった、妖精さんいるやん。トリル、妖精いるやん。いや、よかった。でも旅行には最悪だわ。ちょうどこの国ではとっても不思議なことが起きてるんだ。おお、おお、何じゃこりゃ。お、あ、なるほど。おお、おルピー。グラフィックがあれだね、神虎っぽいね。うん、いい雰囲気です。おお、今はいいのかな、別にリズム刻まなくても。おお、トライフォース。おお、火があれば燃やせそう。火、あ、階段ね。これ階段なのか分かりにくいね、ちょっと。あ、なんかある、松明。おお、ほう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 、なるほど。あ、壊れるというかなくなるのか。お、これなんじゃ、あんにゃおんにゃおんにゃ、これは、あ、そういうこと？あ、あ、なるほど。段差をあれで越えれるわけね。あ、ここでもうなんか下にリズムゲージみたいなものが出てますな。
あれに合わせながら移動すればいいのかな。なんか魔物、音楽が聞こえる。これが敵と戦う時の音楽だよ。敵がいる時は音楽のビートに合わせて動く必要があるよ。ほう、こういうこと。BGM はいいですね。完全にもうそのゼルダのところから音楽とかも全部借りてんでしょうね。これ難しいな。リズムに合わせないと攻撃がそもそもできない感じですね。これは実況者泣かせだな、これ。それぞれのパターンで動いてるの。魔物のパターンを覚えておくとダメージを受けずに倒せるかも。ほう。あ、なるほど、上下に動いてるのか。これどのタイミングで動いてんだこれ。ほいほいほい。これちょっと早いのかな俺。お、なんかある。おお、なるほど。ブロードソードだと、3体の魔物を同時に倒せる。それに壁、角の向こう、あ、なるほど。なるほど、なるほど。妖刀構えたちみたいな感じやな。お、なんじゃ？モンスターハウスか？よし、ゴルピー。これは難しいな。戦いの音楽が変わったのがわかる？これビート、あ、なるほど。だからまあ簡単に言えば下のあのゲージがなくなれば自由に動けるタイムだよってことか。お、喋る、喋る。お、クリプトが初めてじゃないわね。お、あ、リンクとゼルダじゃん。友達なの？あ、これな、もしかしてどっちかに、どっちかのキャラクターしか使えないとかそういうことか知らん。あー、そう、どうしよう、それを考えてなかったな。なんか途中で仲間にして切り替えれるかと思ってた。あー、これは悩ましいですね。でもなんかね、こういう時じゃないとゼルダが戦ってるところとかなかなか見れないと思うんですよね。だからちょっとゼルダ行こうか。お、落ち方が完全に神虎。あ、インパさんいるやん。こんにちは。こんにちは。突然なんだ。そりゃそうだね。上から降ってきたんだからね。うん、俺もそう思います。あ、トリルちゃんいてよかったね。うん。これ欲しい。今は何もできない。あ、猫身を襲う。あら。この主人公もトライフォース持ってるって設定なのかな。まあ別にあんまり設定とかはあれかな、ゼルダとコラボしてるとはいえあまり深く考えない方がいいかな。寝ちゃってたから。私自分の世界で帰り方を探しに行く。また会えるといいね。あ、そういうこと。あ、ここでもう完全にゼルダと交代するって感じなのかな。オクターボは黄金の竜との力で城に強力なバリアを張り王様と兵士を操っています。オクターボっていうのが敵かな。黄金の竜と、ほう、望遠鏡、ゴマダレ、
笑ってるゼルダ可愛い。望遠鏡を手に入れた、マップ上に移動したエリアの隣接エリア2マス先まで表示。はあ、よくわかんない。十字キーを押した後に L を押す。はい。十字キーを押した後 L を押す。あ、ここじゃできない。あ、ダガー。ダガーちゃん。ダガーちゃんゲット。隠れてなかったけどね。ここは、な、隠れ家的なところか、危ない。あの、外が危ないから、ここに隠れてるのかな。そういう感じかな。ゼルダ姫、あんたが寝てる間にハイラルは大変なことになってるの。冒険しながらあたりがいろいろ説明してあげるわ。あ、ここ掘れるの？掘れるの？やばい。あぶね。よし。ネイルの愛。R で利用。敵の攻撃を反射する。ほう。お、爆弾。そのリズムを刻むことになんか割と収集力が持ってかれるな。うっ、なるほど。1ビートで1ターンみたいな感じらしいんで、ダメか。絶対反射させて倒すと思ったんだけどな。まあいいや、しょうがない。シーカーストーン。運命の巫女たちがあんたを起動、あんたが起動したシーカーストーンで、あ、なんか中間ポイント的なあれかな。ハイラルキャストル。リズム速くない？ここ。おツアーは覚えてる。眠らされたのか。あんたを眠らせた音楽家。あんたが眠っている間にあんたのお父様を閉じ込め、ハイラル城を支配しバリアを張ったわ。なるほど。四重奏が持つ魔法の楽器を集めなきゃいけない。ほう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 、なるほど。ちょっとブルワイっぽい。あ、いた。よし。割と世話しないな、これ。お、ゴブリン。はい。え、で、何？ダイヤが手に入る。特別のお店で使う。あー、なるほど。つまりもうできるだけ画面内にいる敵はテンポダウン。あ、こういうこともあんのか。できるだけ1スクロール内にいる敵は倒した方がお得ってことかな。まだちょっと慣れないですね。こういうエリアに特殊なアイテムがないと渡れない。ほう。やべえ、なんかこいつビリビリ。あいつじゃん、名前忘れたけど。あーはー、あ、ダメか。多分今無理じゃない。爆弾しかないもんな。多分無理な気がする。ほい。うわ、あ、敵が出てきたリズム刻むのね。いてっ。2拍踏んでしまうのか。そういうことか。デクタイトでしょこれ。あれ
行って、よし。割と辛いな。でも割とあれだね、割と言い過ぎだな。お、結構回復がいっぱい出てくれるからいいけど、これ泥棒とかできねえかな。爆弾コーン売ってる頃、爆弾コーン、イエーイ。お金がないな、貯めよう。あのな、ペンダントみたいなの欲しい。すげえな、いろんなところ行ける。すげえすげえな、これめっちゃいるやん。これはアイテムが見える、見えるくん。お、タイマーツ。あ、どっちかしか持っていけねえの。はあ、ははあ、ちょっと待って、あの切り株気になる。ダメージを受けずにビートも外さずに動き続ければビートフォースに力がたまる。ほう、なるほど。あ、ドロップアイテムも変わるんだ。あ、こいつ巻き散らしてたのか。リザルフォスかな。いて、よし。ほう、これ、あ、なんか出てきた。ちょっと待って、これは待って、これ燃やしてなんか出てくる。出てこない。これ割と、あ、アイテムが見えるくんがなくなった。くそ、ダメなのか。割と実況者泣かせではあるけど面白いな、これ。すげえ面白いわ。飛ぶ、飛べる。いて、はあ、なるほど。あ、死んだ。コンティニュー。はあ、あ、器あるやん。あ、これわざわざ死なないと買えないの、こういうのって。器もらおう。そこでいいかな。なるほど、そういうことね。おお、すげえ、 BGM が神虎、素晴らしい。あ、持ってたアイテム全部なくなるの。ローグライクってそういうことか。そういうことね。あ、まだいるか。おー、いた、喋る。よし、大変だ。あ、あ、やべやべやべ。爆弾使ってみるか。ああ、そう、無理に動かなくてもいいのか。おい、おい、よし。ここどうしようね。多分反射とかを使ってうまくやらないと厳しいんやろな。死ぬ。おお、ここ無理じゃない。ここ無理では？
ここまだ無理じゃないかなこれと、ワイトはそう思います。ちょっとあそこ、ちょっと今はスルーしようかな。そう、こいつ2マス先まで行けんのか。よし、あ、あいつか。難しいな、2マス先にいるやつずるいな。あ、これそういうことか、これ上に上がれるんだね。ん、そういうわけじゃない、そういうわけじゃないのかな。この下に置いて、あ、ダメか、うーん、そういうわけじゃないか。どこ行こう、じゃあ。あそこちょっともうちょっとパワーアップしてからじゃないときついな。あ、いた、よし、ほい、ほい、よし、よし。ここすげえ気になるけどな、あの宝箱。まあいけなくはないんだろうけど、いけなくはないんだろうけどね。ちょっと今はスルーで。いって。この単性とか確かにちょっとあれだな。試練っぽい感じがする。お、来た、いやお、これ何、今お金ないんですけど。あ、勝った。あなた誰、ほうほう、奈落で浮く氷地形を無視、地形を無視、うるさ。なんで全部ひらがななんだ。あ、町だ。あ、かかりこ村ですね。もう、ダンペイさんいんの？マジで？ダンペイさんいんのか？すげえ作り込みやな、しかし。ただ、やっぱあの、普通のゼルダと違って、そのリズムに乗ってやらないといけないから、ちょっと、いろいろ考えないといけないことが多いね。いや、面白いんですけどね。全然面白いんだけどね。若干難しい気がする。お、あ、この音楽はやりたい。はいはい、ん、どうするの。あ、この上に乗ればいいの。はい、むずない。すげえむずい。お金なくなっちゃった。ゼルダ姫様が豪遊してらっしゃる。これ難しいな。あ、ごめんね。
空き瓶だって使い道ある。空き瓶は最強ですよ。空き瓶は最強だよ。痛い。あ、ここどこ、ハチどこにいるんだろう。これもう鶏がすげえいるから切りそうで怖い。これどうすればいいんだろう。これあ、ダメだ、ダメか。あれ、わざと閉じ込めてんのかな。あ、ダンペイさん、村の外で倒れてる旅人を発見して村で寝かせてるだ。ハイビスカスさえあれば起こせると思うだ。そんなんか、こっちか。最近ダンペイさん夢を見る島にも出てくるし、いろんなところで。リンクくんいるやん。リンクくんまた寝坊してる。リンクくんにもなれるんじゃないの結局ね。え、寝てるとなんかすげえグラフィックがでかく見えるな。なるほど、ハイビスカスを持ってくればリンクが復活するってことかな。うん、よし。まあじゃあとりあえず今回はこんな感じで一旦終わりましょうかね。まあちょっと今一旦とは言ったんですけども、ちょっとねこのゲームに関してはね、ちょっと続けていくかどうか今迷ってるところなんですよね。というのもまあ先ほども言った通りね、そのリズムゲームなんでね、割とね、なんで、難しいんですよね。実況しながらやるのが本当に難しいんで、リズムゲームって。なんでね、ちょっとこれ動画化していくかはちょっとまだ、迷ってる最中ですね。はい、まあちょっと次があれば、まあその時はよろしくお願いいたします。ということで、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。